ばんは。こんばんは。こんばんは。ギフトありがとう。ギフティング。ギフティング。Thank you。10月がスタートしました。10月スタート。私は10月は あんまりいい予感がしないかも。そう、いい予感がしない。なんとなくです。別に根拠ない。ただ私がそう思ってるだけ。なんか今日ね、朝から出鼻をくじかれたというか、なんか予定していたものがあったんですけど、遊びとかじゃないですよ、それは普通にちょっと結構私にとって大事やったものとかなんですけど、それがね、なんか何もできずに終わったみたいな感じで、すごいショックだったんです。だから10月はなんかいいことあるかなみたいな感じで、今月こそはなんか9月とは違う一月にするぞみたいな感じで気持ち切り替えてやっていこうと思ったのに、めっちゃなんか初っ端な、なんかスタート
なんか焦げたというかなっていうか。でもまあね、それだけで判断するのは良くないから、なんかね、うまくいかない月ってなんとなくで、ね、すごい想像妄想しちゃってるけど、もう明日からまたいいことがあるって考えながら過ごしたいと思います。そうだね。みんなは何かありましたか？私はあんまりもうこれ以上自分の話はしたくない。もうなんか自分の話したら気分が下がっちゃうから、みんなも嬉しかった話聞かせて。ちらし寿司が半額で買いました。いいですね。うん、今日こうしてお顔が見れた、なんて素敵。 Thank you Thank you Thank you so much。 なんかね、すごいね、今日はなんか、まあそういうことがあって、なんか相談に乗ってもらったりとかもしてもらったんだけど、私がいかにネガティブなのかが分かった。なんかネガティブになるのが早いって言われて、だからみんなが今コメントで言ってくれてるように、明日からいいことがあるよとか、まあまだ始まったばっかりだしとかさ、そういう感じでさ、言ってくれたみたいに相談したら同じような言葉が返ってきて、だから私がいかにネガティブになるのが早くて、ポジティブ、なんかポジティブ変換できてないことがすごく分かった一日でした。So cute. Thank you. 明日健康診断だから、もう飲み食いできないのが辛い。あ、それはちょっと辛いね。それは辛いな。私も健康診断しに行きたい。なんかイベントみたいに言うけど、健康診断行きたいな。そうだね。まあ今の私の状況を話す相手がいてよかったです。相談できる相手がいてよかった。なんかね、なんか私の結構思考の癖みたいなのが分かって、例えばなんかチャレンジするときに、なんだろう、橋にも棒にも引っかからないか引
っかからないよな、どうせ私の実力じゃみたいな、私のレベルじゃ全然無理だろうなみたいな、始まる前からね何もしないままね、あのうんってすごい先の先まで考えて諦めることとかが多いんだけど、でもなんか私の姉の場合とかだったら、あのチャレンジして、でそれでなんかその時は何も考えてないんだって、で飛び込んでやってって、その時その時で確かにショックな出来事あるけど、なんかそれをなんかうまくかわせたらなんか ラッキーみたいな感じに思うらしい。そうね、なんかあのマイナスまでもう落ちてしまったら、もうそこまで行ってしまったらもうあとは登るだけ上がるだけってだからもう上に飛ぶだけだよって言われて、私はなんかそうやってマイナスにどんどん下がっていったり、もう地面あのそこに落ちてしまってたらもう終わりだって、もう絶望って感じで、あーもうダメなんだ私はみたいな感じで、割と、ね、そこでもう思考停止みたいになっちゃうんだけど、そこで私の姉とかはあのでもまたここから絶望から這い上がろうと、私は今日1ミリでも動けたってなんか思うんだってなんかそこ、あ私って今絶望を感じてるんだって、状況把握できたんだって、なんかめっちゃポジティブだよねその発想の転換がだからびっくりした、私がどれだけポジティブ変換できてないかが分かった前向きですよね。なんか常に全身らしい彼女のポリシーがめちゃめちゃ違うよね。だから私はね最初に言ったけど、なんか出花をくじかれて、ああもうダメだ、ああいい予感がしないってなんか思うんじゃなくって、なんかね私もそれを取り入れて、考え直してみますみんなはできてる、そういうのああ本当に自分の声聞いてたら自分が眠くなっちゃう。背景さん可愛い、たくさんありがとう。ありがとう。まあでもね、ネガティブはネガティブの良さがあるんですよ。心配性とか、あの結構警戒心強いからとか、警戒心強いから自衛できるとか、安定してるとか、そう、まあいいことあるからね、まあ、諦めずに今月はいろんなことに挑戦していこうと思ってます。うん、諦めないでネバーギブアップでいきます。自分は何もできないと思ってたら多少楽、そうなんだよね、なんか結構ね、やっぱ自分の力
を信じてるけど、なんか自分ができる、私はできるんだって思わないと、何も持ってないって思っちゃったらさ、なんか虚しくなるからさ、私はできるんだってそれは思っていたいかも。確かに何ももともと持ってないって思ったら、うん、そうだけど、みんなは何が原動力ですか？私は割とね、なんか楽しいとか嬉しいとかだけだったらね、原動力にならないんですよ。怒り結構多い、怒りというか、なんか怒りって言ったらちょっとあれかな、なんか悔しいとか、まあそれが怒りなのかな、悔しいとか怒りとかが結構原動力です。あ、そう、なんかね、結構見返してやりたいみたいなあの要素ある。興味か、確かに。あの、そうだね、でも怒りってイコール興味でもあったりするよね、なんか。別にね、今怒ってることないですよたまになんかこれって何なのって怒ってる時あるけど、物申してる時あるけど、今特にないです。そう、でもなんかさ、悔しいとかさ、見返そうっていう気持ちはさ、なんかそう、誰かありきで、なんかリベンジ、なんかこう悪く言うと復讐みたいな感じになっちゃうから、それは嫌なんですよね。そうではないんだよね、なんかやり返してやるとかそういうのじゃないんだよ。そういうのじゃなくって、なんかその誰かとかではなくて、私の場合、あれ、私はなんでこんなにできてないんだろうってなって、自分に対してショックで虚しくなって、それがなんかこう怒りに変わったりする、自分自身対人じゃなくて、割とそういう感じ。こんばんは。自分に対して、ね、なんか今日ずっと電話でこういう話ばっかりしてたから、なんか配信でもなんかめっちゃその延長線上の話をしてしまうみんなを巻き込んじゃいましたね、すみません。なんか話変えましょう話し変えましょう。何話そうかな。最近話すことがないんだよね
最近話すことがあんまりない。お、昇格から3周年、そうだそう、あ、そうだ、その話をしましょう。じゃあ、3年が経ちました。そうだな、あっという間ですね。でも3年前ってなったらあんまり昔のようには感じないけど、でもなんかすごい遠い昔のよう。3年って数字だけで見たら全然なんか遠くないけど、すごい過去のめっちゃもう7年8年前とかみたいな感覚そうなんですよ。でも本当に皆さんのおかげで昇格できましたし、そうですよ、昇格したあのコンサートは皆さんが来てくださったおかげで、そうツアーもね、みんなが応援してくださったおかげで昇格できましたから、まあ、その時に応援してなかったとしても、応援していたとしても、変わらず皆さんのおかげで活動できてるので感謝でしかないなって思いますね。本当にありがとう。いつもそう、いつもそばに、みんながそばにいて応援してくれるから成り立ってる。ありがとう。ね、だるまどこ行ったんでしょうね。だるま、わかんない、居場所か。泣いてたっけ私泣いてたかしら。ひじきって何の話。倉庫の奥にあるのかな。こんばんは。ギフトありがとうございます。そうなんだ、なんかもう覚えてるようで覚えてないかもしれない私が覚えてることといえばなんだろうな。なんだろう、写真見たら思い出せるんだけど、違う、なんかね、自分のことあんまり覚えてないなんかなんか何してたかなあんまり自分のこと覚えてない。なんかそれよりなんかその時の景色とかの方を覚えてるとか、
そんな風に見えてたかと。何してたっけ、泣いてた、泣いてたんだ、泣いてたのかな、そうなんだ。なんかさ、めっちゃ記憶力いい人とかいるよね、すごいよね。私あんまり細かいことまで覚えれない。泣いてねえよ、泣いてねえよ泣いてねえよ今泣いてねえよ。スネ取らんが、スネ取らん、スネ取らん、スネ取らんですよ。終わる。13位アーリーさん、12位タカユーさん、11位ズーミーさん、10位マジックさん、9位マグさん、8位ナメダメ所長、7位ウリンちゃん、6位クジマスさん、5位カタカナのタカさん、4位ウミガメさん、3位ジャボテンさん、2位マナブンさん、1位ハイキーさん。ありがとうございました。皆さんゆっくり寝てください。明日いい一日になりますように、お互いね。私はなんか今日はもう早く寝た方がいい気がする。うん、バイバイ、おやすみ。